視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。ニャンコンボか使えると早い。暗黒だけとか島だけとか、まあやってみましょう。まああれです。ここも結構リクエストあります。まあいろんな意味でな。操作は簡単なのでスピードアップを使います。ではゴー。ニャンコンボは獅子王、三匹の王、恋の季節です。働き猫のレベルを上げつつ随時暗黒を出し続けるだけなので倍速します。生産性に優れた彼らですが基本的に体力が低いので、波動攻撃で綺麗さっぱりされるな。そして、あっけなく敗北。では次は島だったらどうなるか。編成は暗黒が島になっただけです。ニャンコンボ買えないのか。これが理想なんです。他にもあるのに。ではゴー。実際滅法強いと攻撃力アップを比較するとバトルコアラッキョ以外を考えた場合パンチパンチパンチとスポーツ女子が好ましいです。なぜそうしない？一つはバトルコアラッキョに集中したいのとこの編成なら無課金が名乗れるんですよ。それだけか。それだけです。働き猫を育てつつ島を出し続けます。当然ケロスケに妨害されますが島の足は結構速いです。これはあれか。バトルコアラッキョ対策に島を貯めてるのと同じと考えていいのか。いや、さすがにそれはないです。体力を 10% 上げていると速い波動攻撃を浴び続けたら無事じゃ済まないからね。とうとう今回の厄介な敵が出てきたな。滅法強い 30% と体力アップ 10% が島に与える影響がよくわかると思うよ。漏れなく最後尾まで波動が届くな。単純に攻撃力と体力を上げてただけだとさすがにどうなっていたか。ニャンコンボないと無理なのか。まあそれはちょっと見てみましょう。ニャンコンボを使って強くする必要があるのかどうか。何分生産性が悪いこの子たち。この赤い珍獣を前進させなければいいのだけど押されたらはっきり言ってその能力じゃ話になりません。だがいい感じに止めているな。おまけに倒しちゃったよ。あとは倍速して終わらせます。私思っちゃったんだけどさ。何をだ。条件さえ良ければ島だけで攻略できるんじゃない。まさかとは思うがそのための倍速か。なんと言いますか好奇心に勝てません。勝利ー。では私の好奇心を満たすために。島2種類だけあとアイテムてんこ盛りで挑戦です。早い話全放置攻略かよ。大変ですから、ではゴー。時間がかかるので2倍速します。アイテム使ってる時点で何か違うと思うんだが。でも猫本使わないとニャンピュータ使う余裕はどこにもないよ。さあ試験体系よ。君がいくら強かろうが世の中には便利なものがある。さあ物量と計算の前にヒレックスがいい。どんな計算をしたんだ。ニャンコンボがなくなった分弱体化した島の強さを資金とニャンピュータ任せによる完全自動化。ニャンコンボ使った方がコストも安く確実に倒せるけどアイテム使えばたった2種類での攻略も可能だという証明。証明はできてももうすでにリクエストには答えてるしそもそもこれはただの道楽じゃないか。それだけじゃないんだな。何？一応攻略のボーダーをここで証明してこれ以上無茶なリクエストが来ないための対策でもあるんだよ。バトルコアラッキョを禁しました。ここから巻き返せるのか気になるところですが倍速します。ここからひっくり返すのも大変だよな。まあ城を攻撃できる範囲内にいますからカオル君を早く倒さないと大変ですね。押し出しって言ってもノックバック狙いじゃないと難しいか。壁ワンコが邪魔をするのでどこまで食い下がれるかですね。しかし今だけロスケの攻撃で鈍速つけられるわけだが。喋っている間に攻略したよ。カオル君が残るのは珍しいな。まあ無茶なことをしていたら珍しい出来事なんて結構出くわすよ。これはもう負けはないな。城を落とすだけです。勝利ー。最新レジェンド最終ステージ無課金キャラ2種類だけで攻略しました。アイテムの使用に関しては、持てる力を振るうのは戦人の本質。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。
これ以上弱くしたら負けます。ギリギリだったからな。